マグメルは、ケルト神話に登場する死者の国、喜びの島という意味である。マグメルには、死や栄光によって到達できるとされている。他の神話の死者の国と違って、喜びが溢れる天国のような場所であり、アイルランド西方の島、もしくは、海中の王国とされている。この島には、様々なアイルランドの英雄や、修道士が訪れた。 この島には病気も死も存在せず、永遠の赤さと美しさを保つことができる。ここでは音楽、強さ、生命などすべての楽しいことが一つの場所に集まっている。幸せは永遠に続き、食べ物も飲み物も必要としない。ギリシア神話のエイリューションや北欧神話のバルハラに相当する場所である。伝説によると、この島を統治するのは、 フォモール族のオーテスラ、または、マナナン・マクリルであるとされている。この島は、異教徒の時代から、キリスト教の時代まで人々を魅了し続けた。後の物語では、この島は、死後の世界ではなくウェデンの園のような場所であり、運よく神の啓示を受けた者が行くことができるとされた。彼らは、目的地に一滴とに着く前に、他の神秘的な島々を探検した。 クロンファートのブレンダンなどが探検を行ったとされている。アイルランドの修道士は船乗りとしても有名であり、おそらく彼らが物語を語り継いだと思われる。彼らは多くの島に植民地を作った。さらにブレンダンもコロンブスの千年以上前に新世界にたどり着いたとされている。ありがとうございます。